本物の王様なら、私のように名のある貴族を追い返すわけないですからね。誰君。早く後を追いましょう。やっつける流れになるか。私の主君は、デルカダール王は王ではなく人でもなかった。では今まで信じてきたものは一体。ホメロスのことにも気づいてあげて。王様が偽物やったんやけんさ、そそのかされたわけじゃなかったんよ。王様はホメロスは悪ではなかったんよ。お、エマどうした。さっき貴賓室から物音がした後に突然ルキが起き上がって玉座の前の方に走っていったの。ルキは滅多に吠えたりしないはずなのに、一体どうしたっていうの。何、あ、玉座の間の方におるってこと。おや、ユイス様、王様のお部屋に向かって吠えていた犬が玉座の前へ走っていったんですよ。走っていったそこにおるけど玉座の間からは何やらうめき声のようなものが聞こえるのですが、中には一体誰が。ウルノーガだね。ああ、恐ろしい。この先には一体何者が。怖くて足が動きませんわ。大丈夫なのか。なんか酔っ払いか。うるさいな、むにゃむにゃ。とりあえず倒されたわけではなかったようで、よかったよかった一体どうしたというのでしょうか。扉の向こうから人とは思えない恐ろしいうなり声が聞こえるのです。本来ならこういう時こそ我々兵士が様子を見なければならないんですが、体がすくんで動けそうにありません。めっちゃ腰引けとるもんね王勇士様、いらしてくれたのですね。お願いです、どうかこの扉を開けていただけますでしょうか。いつ誰が侵入したのかはわかりませんが、この先から殺気を感じるのです。扉の向こうには一体何者が。妙に騒がしいので目を覚ましてみれば、みんなが集まっているし、犬が吠えているし、どうしたって言うんだ。開けろよ開けろよ。王は姿を見せず、ユイス様の寝床からは騒ぎが聞こえ、犬が見ての通り吠えている。いくら宴の席だからとはいえ、今の城内の様子はさすがに異常ではないだろうか。だから動けって。めっちゃ吠えてるよルキ。お、グレイグも来たね。ずいぶん手間をかけさせてくれたわね。ウルノーガってことには気づいてないんか。このベロニカ様から逃げようったってそうはいかないわよ。デルカダール国王に化けた悪しき魔物よ、観念して正体を明かしなさい。気づいてなさそうやね。ここで勝負か。ねえ、怖い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 。我は魔導士ウルノーガ。16年前にユグノア王国を滅ぼし、デルカダール王になり変わった者。魔導士ウルノーガ。なんかあれか、違うんか。前の世界の時って魔王ウルノーガやったよね。なんかすごい格下なんやね、まだ今まで貴様を追い回していたのも、全ては勇者の剣を奪い、前の時は大樹の魂を得て魔王に昇格したんか。だが剣が貴様の手に渡った今、もはや手段は選ばぬ見えてなかったね。貴様が魔導士ウルノーガ、こうして会える時を16年もの間待ちわびたぞ。ウルノーガ、貴様、今までずっと王に取り付いて私をたばかってきたというのか。ずっと気づかんかったんかいグレイグよ、貴様は良い手駒であった。焦らずともすぐに天国の家族のもとへ送ってやる。貴様、まさか我が祖国バンデルフォン王国を。バンデルフォン王国ってどこやった。生まれたばかりの勇者を襲い、ユグノア王国を滅ぼし、
そして私たちの16年を奪ったあなただけは許さない。この無念思い知らせてあげるわ。16年間ずっと王様の意識戻ることなかったんかな。こいつは私の家族と友を奪った仇でもあるのだからな。こいつがお前の運命を狂わせた元凶だ。知ってる。力の限りを尽くして戦うぞ。知ってる。もうね、すでに一回倒しとるけんね。来るがよい。でもそれより早い段階で倒しとかんといかんってことなんよね。地上の命すべてを我がクモスにしてくれよ。実際向こうの世界ではめちゃくちゃ大量に人が亡くなったけん。ここ でもあの魔王の時よりかは弱いってことやろこれ。だってあの大蛇の力は全然やれてないわけやもんね。じゃあいけるやろ。じゃあいけるやろ。みんなほらレベルも99やし。一応ちゃんと前回ね、またみんなの装備も整えておいたし、まあ言うてデルカダールじゃやけんそんなにいいものがあるわけでもなかったけど。何あれ、え杖は別なん。なんか今杖に攻撃したよね。え、そういう変わせるかしら。うわ、杖があったらちょっと魔力が増加するとかそういう感じかな。愚かな。びっくりした。うわ、なんかめちゃくちゃ空気がよどってるんですけど。お、やっつけた。あら、もう終わり。やっつけた、やっつけた。これでもう平和？何？まだ何かしようとしよる？ヨッチ。何？あのヨッチはあっち側なの？そこがいまいちわからんねえけど。時を遡ってきたの。え？お前だけだと思うなよ。え？マジで？え？ウルノーガモってこと？ブラッ！ブラッ！え、マジで？ウルノーガも時を遡ってきたん？え、でももうここでやっつけたよ。何か手があるんかな、まだ。お父様、お父様、どうか目を開けてください。16年ぶりに自分の体が戻ってきた。マルティノ、まさかそなたマルティノなのか。ずいぶん長い夢を見ていたようだ。イグノア王国が魔物たちに襲われてから、夢じゃないんすよ。わしは一体何を。長すぎよね。16年よ、16年。おお、それは勇者の紋章。あの時の赤子がなんとたくましく成長したことよ。そなたにはきちんと話をしたいところだが、まだ体が言うことを聞かぬ。お父様、あまり喋ってはいけません。ユグノア城でひとまず体を休めましょう。赤ん坊の時やったんか。そっかそっか。なんかさ、あの老じいちゃんが見た幸せな世界とごっちゃになっとんよね、頭の中が。そっか、ああやって走り回れる。私のお父様の容態を見ることにするわ。多分幼稚園児ぐらいかな、ぐらいの。この玉座のままで来てちょうだい。あれぐらいの年齢まで父親と母親がおったわけじゃないんか。悲しい。そっか、今更ながら。めっちゃ身長高いな。マルティナちゃんは16年ぶりにパパに会えたんだもの。二人だけにしてあげましょう。デルカダール王が魔物に取り憑かれていたことは立ちどころに城中に広まった。本物の王はすぐさま解放され、アイナたちは王の目覚めを待ちながら一晩休むことにした。そしてその夜、
何？今度は何？また誰か襲ってくる？ヨッチじゃない？こいつは一体何なの？敵なのか味方なのか。でも不気味な感じあるんよね。特に攻撃してくるとかいうわけじゃないけど。歴史の修復者。時を遡り、魔導士ウルノーガの悪しき野望を打ち砕いた勇者に贈られる称号。でもウルノーガまだなんかしてきそうな感じだったよね。でもあそこで死んだけん何もできんと思うけどな。アユナおはよう。よく眠れたみたいね。マルティノさんから伝言があったの。王様から大事な話があるらしくて、玉座の間に来てほしいそうよ。きっといい知らせに違いないわ。アユナ、胸を張って王様に会ってきてちょうだいね。もちろん。びっくりした。なに?あ、奥さんか。勇士様って私たちとは器が違うわね。だってあれだけ豪華な宴で歓迎されても、王様相手に油断しないんですもの。そして16年間誰もが気づかなかった王様の正体を一晩で見破るなんて、さすが勇者として生まれたお方だわ。一晩じゃないんすよ。めちゃくちゃね、壮大な冒険があっての今なんよね。おう勇士様、話は聞きましたぞ。16年もの間、王様に取り付いていた魔物を見事討ち取ったそうですな。それを聞いて全て納得がいきました。本物の王様なら、私のように名のある貴族を追い返すわけないですからね。誰？君。全然知らないけど、誰ですか？最初デックがおしゃれしとると思ったんやけど、違うんか。王様に取り付いていた悪しき魔物を、あなたが倒してくれなければ、デルカダール王国は滅びていたことでしょう。私がこうして生きていられるのも、勇者殿、あなたのおかげですな。ありがたや、ありがたや。なんか帽子かぶってないタイプのこの商人っぽい感じの人、珍しいね。ちょっとびっくりなんやけど。これでやっとちゃんと平和になったんかな。何をそんなに話しているのだろうか。大丈夫？昨日吐きそうになっとった人は大丈夫？おらん？さ、とりあえず玉座の間に行きますか。お、みんないる。あ、デクはこれか。全然違うわ。そして奥さんもやっぱ綺麗やもんね。ヤッホー、勇士様。本当の王様に会いに行くみたいだけど、緊張しないでガンバなのよ。そんな喋り方やったんやっけ。主人ったらアイナさんのこと、自分のことのようにはしゃいちゃって、まるで子供みたいなんだから。アイナさん、頑張ってくださいね。私たちここで、アイラさんが緊張せずに謁見できるよう祈っているから。よかったよー、お亡くなりにならなくて。アユナよ、今まで随分長い道のりだったが、すべてはここから始まった。さあ、行くがよい。今度こそ王に会い、勇者として認めてもらう時が来たのじゃからな。誰？え、誰だんって。え、誰でしたっけ？これ、記憶にないんですけど。あゆなよ、お前が石の村から旅立つところを見送ってから、もうどれほどになるかの。あ、村長さんとかってことかな。あの時はまさかこれほど多くの人々に、お前が祝福されるところを見れようとは、思いもしなかったぞよ。多分村長さんかな。あゆな、あんたは本当によく頑張ったよ。母さんにとってこれ以上嬉しい日はないわ。さ、王様に会ってきなさい。天国にいるおじいちゃんも、あんたの晴れ姿を見守っていてくれるはずさ。行ってきます。ふわー。また一段と多いね。まあ、仲間たちだけども。話は、進化たちとマルティナから聞いた。わしは、悪夢に囚われている間、随分ひどい王だったようだな。それは随分ね。そなたがいなければこの国は全然デルカダール城下町にも入れてもらえんかったし、ウルノーガに焼き尽くされ、地上の命は耐えていたことだろう。うん、そういう未来があったんだよ。勇者よ、よくぞ悪しき元凶ウルノーガを倒し、ロトゼタシアを救ってくれた。このロトゼタシアというのは一体世界の話？地球みたいな感じ？それとも日本みたいな感じ？
そなたこそ今一よく分かってないんだけど、勇者老主の名を継ぐにふさわしい若者、今ここに範囲的にはどういう感じなんやろ、勇者の称号を授けよう。おお、びっくりするじゃねえか。俺たちとうとうやったんだな。これで平和になったんかな、本当に。お姉様、うん、ごめんなさい、今こうしてみんなとこの場にいることがなんだかすごく幸せな気がして。だってね、一回はお亡くなりになってたからね、一人だけ。嫌ですわ、お姉さまったら。やっぱりみんななんかすごい、一緒だったじゃありませんか。脳の奥の奥の奥の方に微妙に記憶はあるって感じなんかな。え、そうよね、変よね。ありがとう。ベロニカは結局あれなん、元には戻らん感じ、身長。気持ち悪い。相変わらず気持ち悪い。これで本当に平和になった？よし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 時を遡ってきたのは、うんうん、お前だけだと思うなよとか、あれは一体どういうことだ。いや、そこの意味はわかる、わかるっちゃわかるんやけど。王様大変です、直ちにバルコニーへお急ぎください。自分が死んでもなんか、でも自分が死んだら終わりじゃね。なんか対策とったんかな。勇者の星に異変が。え、なんだと。